お前らの目標達成のために、まあ、サッカーやってると思うし、少しでも多くの選手を、まあプロのサッカー選手に、近づけると。もちろん最後はそこでいいけど、先生といいぞ。一緒にやろう。いざ。岩崎青年だったんですね。でその時からのご縁で今こうしてつながっていられることが本当に嬉しいですし、皆さんのおかげがあって、ここまで東海一流昇格が、できたと思っています。本当にありがとうございます。昇格という今年大きな一番の目標が達成できたことを僕自身はほっとしてますし、選手としては今後また新たな、ね、大きな舞台で、もっと飛躍してほしいなと思っています。ではここで各選手から一言ずつコメントをいただきたいと思います。プロサッカー選手になりたい、サッカーで飯を食いたいという強い思いを諦めることができず、サッカーチームを探していたところ、サッカーに対する熱い思いを持っている代表の岩崎さんに声をかけていただき、そこに惹かれて九州から三重県へとやってきました。皆様のおかげでこの賞を取ることができましたし、もちろんその陰で支えてくれているスタッフの方々、熱い指導をくれた監督、そして代表を含め、チームメイトのおかげでこの賞を取ることができたと思っています。この1年間チームは一部で昇格できたのも、日頃から支援してくださっているスポンサー様やファンサポーターの皆様のおかげでできることができました。来シーズンも、自分らしさを出して 100% 全力でやるっていうところが自分の持ち味だと思うので、頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。